千葉県発特撮ヒーローユニット初のワンマンライブが開催決定。2020年2月14日渋谷大決戦。いろんなヒーローがおってもええやん、俺は君のヒーローになりたいを合言葉に、特撮ボーイズが渋谷で一世一代の大勝負。詳しくは特撮ボーイズで検索。二度と離さないから。千葉県発特撮ヒーローユニット、彼らの名は特撮ボーイズ。
7月下旬、翼を含めたメンバーでのレコーディング。ここで人狼ゲームをしたいと思います。えぇーかわいい。翼なんで T シャツ忘れたの？忘れたんけ。あの、あれでしょ、レコーディング日特別の必殺技の飲み方あるんでしょ。出ちゃう回ってる。はい、今ね、ゆうじくんがね、中で撮影してんだよ。お邪魔したいと思います。ダメ駅前のそれで振り向かすってやばいですよ。名前呼ばないで駅前の言って、あの、最後の曲で駅前のやったっけ。回しちゃった回しちゃったああやばい。なるほど。何デイズが好きですか？来るな、これ特大のやつ来るな。そうですね、とりあえずとりあえずデイズ、とりあえずデイズやっちゃうね。やったなぁ。りょうが頑張ってますよ。ぷいっみんなやりきったね。静止画かと思いました。動画でーす。2週間後ぐらいのボイスデイズでやってますよ。なんでやっとやわね。うん、うんだ。そうだよね、マイトからしたらさ、この時期を感じてるわけじゃん。ああ、早く出たいのにっていう。まだデビューしてないけど、もうずっと一緒にいるからさ、なんかいいんだけど、うん、なんかまだね、向こうはあのファンの方は知らないっていうね、うん、あ、とっくんだね、まだね。そうだね、とっくんは諸事情により本日は来れないんですけれどもね。とっくん死んでねえわ。賑やかなレコーディングでした。